屋さん、今日も頑張ってね。まずはお店の場所をチェック。国道4号線を小山方面へ走行中。到着しました。スーパーセンタートライアル小山店の向かいにあります。もうご存知の方も多くなってきましたね。あのお蕎麦などがリーズナブルで食べられるゆで太郎さんが今度は小山に初出店しました。ちなみに過去にお邪魔した県内のゆで太郎さんは概要欄に貼っておきますので、よかったらお近くのお店を探してみてください。ご注文は券売機からお願いします。今月は勝祭りが開催中。勝の商品がお得に食べられる月となっています。カツの商品は100円引きなんだな。いただきます。満腹カツ丼セット900円。まずは満腹カツ丼セット。他のも気になったけどカツ推しキャンペーンなので流れに乗ってみた。色味といい厚みといい完璧、ボリュームも満点だ。日替わり特セットミニ薬味ネギ豚丼セット760円。続いて日替わりのミニ薬味ネギ豚丼セット。カツ丼は食べたことあるけど豚丼は初めてだな。こちらも冷たいお蕎麦のセットにしました。
それにしても分厚いカツだな。お肉も柔らかくて味も程よく濃いめで、卵の硬さも最高。カツもそうだけど、ボリュームがかなりあるね。これは十分すぎる量だわ。うまい屋さん、ご満悦でございました。次は、お蕎麦を行ってみますか？お蕎麦の香りを感じられて、程よくコシがあって、喉越しも抜群。この熱さにしみるぜ。本日は、ゆで、太郎、もつ、二郎、トライアル小山店、オープンおめでとうの会でした。ゆで太郎も辻郎さんが小山市に初上陸。朝6時から営業しています。皆さんもぜひ食べに行ってみてください。